はい、皆さんこんにちは、ごきげんよう。泊まってるホテルで YouTube の撮影をしたいと思います。で、この動画ではですね、私たちが去年の12月にごきげんようみんなの人生っていうワニブックスさんから本を出させていただいたんですけど、その本を作った理由はですね、友の会会長でもある担当編集者の青柳さんが、私たちがコロナ禍から始めてすごい私たちならではの言ってみれば好きかって言ってる悩み相談が、それをすごく青柳さんは好きでいてくださって、 Q&A がお好きですっていう友の会の方からの声もたくさんあったので、その本は実はできました。で、もちろんそれは本になってるのですごく読みやすく、しかも綺麗にまとめてあります。なのでもしまだ手に取ってない方はぜひ見てみてください。ということで、今回のこの動画ではですね、ごきげんようみんなの人生の番外編ということで、事前に友の会アカウントにたくさんの質問をいただきました。何個いるんや、30個です。30個以上来てたけど30個ピックアップしたので、今回のこの大阪の動画ではですね、30個の動画をね、すっごい綺麗、画質が、そしてここライティング完璧よ。まあいいや今回のこの動画では30個の悩みに対してお答えしていきたいと思います。あくまでもこの2024年2月動画撮ってるの、これいつや、15日時点の私の気持ちなので、もしかしたら1年後は変わるかもしれないし、なんならもう来週にはその気持ちは変わってるかもしれへんから、何が言いたいかっていうと、今思う精一杯の気持ちでお悩みに対して私の今の気持ちを答えていくので、ぜひご成長ください。ごきげんよう。じゃあまず一つ目で、アンチに疲れました。どこまでも否定から買ってくるアンチ、正直辛いです。これも、マキコのお悩み相談なんかな。誰から来たかっていうのはさ、わからへんからこういう感じになってます。タカシから送られてきてるからね。一回消すっていうのもありな気がする。もちろん私たちみたいにインスタグラムとかでお仕事をやっていたりっていう話やったら別やけど、基本的には世の中の人ってそういうことじゃない人がいっぱいやと思うから、アンチとかなんか否定してくる人たちにわざわざ関わってる暇は、人生意外と短いようで長いので、間違えた、人生長いようで短いので、うん、その時間が無駄かなと思って、私やったらなくしちゃう。ちなみに私も昔インスタグラム一回消しました。はい、次。深見ちゃんみたいにお金持ちメンズにモテるのはどうしたらいい？切実に知りたいの。本当にさ、お金持ちに出会いたいとか、本当に明確に出してる？例えば、お金持ちがいいし、高身長がいいし、かっこいい人がいいとか、そんな夢書いた餅描いてない？自分の一番理想の優先順位をつけて、それが一個クリアしたら他のことを妥協してもいいっていう風に極論思えばいいんじゃない？だって自分も完璧じゃないから。私自身は思うんやけど、自分のことを棚に置いて相手には完璧に見つけるやん。私相当足りてない人間やから、相手に求めるときに自分の中での一定ラインのこれさえクリアしてるだっていうのがいくつかあって、それさえクリアしてればまあいっかって思うようにしてる。あとはもう一つは、すごくそれは楽になったのが、今もちょっと思っちゃうけど、彼をひろみちゃんに紹介した時とか、彼をたかしに紹介した時とか、彼をまきこに紹介した時とか、そういう時になんか、あ、やっぱ深見ちゃんって素敵な人と付き合ってるねって友の感想に言った時とかも、そういうのを無意識に考えちゃうことが私はあるのね。それやめてもいいのかなって思う。深見ちゃんならこういう人と付き合うやろうとか、何々ちゃんならこういう人と付き合ってるんやろうなっていう、その先入観ってすごく邪魔やなって思うから、それに引っ張られて本当に自分が欲しいものっていうのが見えにくくなるから。だから本当にお金持ちのメンズつけばいいんやったら絶対捕まるから、お金持ちのメンズで他のことを、例えばお金持ちの人で超滑覆がいいとか、お金持ちの人で超スレンダーとか、何でもいいねんけど、でもさ、みんな人それぞれ好みがあるやん。スレンダーな人の好きもいれば、私はどっちかというと滑覆がある人の方が好きなんやけど、そういう風にお金持ちってだけじゃなくて、他のことも意外とオーダーしてない。だからそのオーダーを、本当にあなたが優先順位お金持ちなんやったらすぐできてる気がするで。はい、次。どうしたらお金持ちになりますか？なんで？そんなん知らん。子供の頃さ、お金を狙、なんか目指したら、よく自己啓発本でもあるから、それを人たちの本を否定するわけではないんやけど、お金持ちになるにはお金のことを考えたらあかんって言うやん。本当かな？私お金のことしか考えてない。お金使うことしか考えてない。でも使うために必要やね。何が言いたいかっていうと、人ってある程度のところで意外と満足しやすい生き物なのかなと思うの。例えば、しかも日本に住んでたらさ、ユニクロっていうすっごいハイクオリティな服があって、吉野家っていうすっごい味美味しいなんか安い食べ物があってとか、大戸屋とかさ、安くて満足できるものがすごい揃ってるから、そんなにめちゃくちゃ給料稼がなくても満足度っていうのはなんか 60%70%、 人と比べないなんか贅沢をしない限りはやられると思うのね。で、
別にそれでハッピーな人やったらそれでいいねんけど、私はそれでハッピーには意外となれなくて、もっとなんか経験したいし、外国にも行きたいし、美味しいもの食べたいし、なるべく無添加がいいしとか、いろんなことを考えた時に、あ、この目的地に対してお金が足りひんから、そのために頑張ろうって思う風なモチベーションを常にキープしてます。そのために外国もよく行くのは、外国に行った時に、特にイギリス、ニューヨークに行ったら、私が一番貧乏やなって思うのね、あの国行くと。で、日本にいるとあんまり、あれ、私ってすごい貧乏かもって思うことあんまりないの、結構何でもあるから。でも外国に行くと、本当に本当にあのウルトラリッチな人たちにしか行けないお店があったりとか、ウルトラリッチな人たち向けのサービスがあったりとか、あ、それが欲しいんやったらウルトラリッチにならなあかんのやっていうモチベーションをくれるのね。だからそのお金持ちになるにはっていうか、あの、どのぐらいのモチベーションを自分の心の中で育てるかっていうのが大事な気がする。で、すっごいモチベーション高かったら、例えばさ、人生って8、9時間ぐらいが労働やん。でもそれにプラスアルファさ、なんか夜コンビニやったりとか、いろんな、極論言えばね、その場ですぐにそのモチベーションのために稼げるって、普段っていろんなことがあると思うの、仕事を選ばなければ。でもそれをやらないってことは、本当にお金持ちになりたいのかなって思ったこと、本当に本当になりたかったら、さっきの恋愛も一緒になってる気がするで。次、彼氏とずっと仲良しになっても秘訣は、パス。察して、私にはこれ答えられない。次、子供は欲しいのですが、いろいろなリスクを考えすぎて婚活に踏み切れません。背中を押してほしいです。子供欲しくない人もリスクあるし、子供欲しい人もリスクあるから、妊活してみて、もちろん授からない方もいるし、授かる方もいるんやけど、やる前からさ、なんかダメな方を考えたりとか しすぎてしまうと何もできひんから。私の場合はね、でも子供ってすごいセンシティブな問題から、このマインドで言ったらあかんのかもしれへんけど、踏み切ってみるのもいいんじゃないかなと思う。まあ、私は両親おらずにおじいちゃんおばあちゃんが育ててくれたから、ある意味すごい計画的じゃなくて、しかもリスクのあるあの家庭環境だったのかもしれへんけど、でも私今ここにいて、こうやっていろんな人に YouTube を見てもらったりとか、あとはうかみちゃんのことを、ひろみちゃんに対してお金使いすぎやけど、まあ好きよみたいなことを言ってくれる人がたくさんいるのね。それって別にそれでよくない？あ、私がもしあなたの将来子供やったら、私もう大人やけど、でもそんな子供絶対欲しくないんやったら、あの、産まないでいるべきやけど、大丈夫、どんな環境でも子供は育つから、愛してあげれば。はい、次、パニック障害です。行きたいところにチャレンジしたいけど、なかなか怖くて結局諦めてしまいます。私のセラピストさんと先生のアドバイスやけど、パニック障害の人とか、こういう何か心がのモヤモヤが起きてしまう人って、大丈夫な経験をいっぱいすると、あの時大丈夫やったからこれねっていうのがいっぱいあるの。例えば私で行くと、パニックが起きそうになった時って汗がめっちゃかくから、それで涼しくして冷たい水を飲むと復活するっていう風に思ってるの。あの、やばい、なんか盛り上がってきた、やばい、水が欲しいとか、やばい盛り上がってきた、服を脱がなきゃとか、あの、全裸じゃなくってね。そうなった時にこれしたら大丈夫みたいな経験をちょっとずつちょっとずつ積んどくと、あ、こういう時はこれすればいいやって思えるから、そんなにいきなり0から100にみたいな、0、100で考えるんじゃなくって、こうなったらこうなるってやつをちょっとずつ慣らしていくのが一番いいと思うね。でもセラピストにかかって認知行動療法をやるっていうのは、一番あの、私の経験値ではいい方法かなと思います。はい、次、睡眠の質を上げるのにおすすめありませんか？仕事、家事、育児、ワンオペで寝ても疲れが取れない。ストレッチです。寝る前のストレッチはすっごい疲れ取れる。なんかめんどくさいし忘れがちやねんけど、寝る前のストレッチ本当にいい。はい、次、つかみちゃんはお兄さんのことがなぜ嫌いなんですか？私も家族をどうしても好きになりません。子供時代に彼からトラウマを作るようなことをされたことがあって、そのことを許されへんくって、でも大人になった時にその許せない気持ちを保ち続ける方が不健康やなと思ったから、まあいっかって考えるようにした。でもまあいっかって考えたけど、そこには結果嫌いというよりも無関心になってしまったから、嫌いではないけどそんなに興味もないかなって思っちゃうってこと。でもそれは私の心がまだ未熟やからかもしれへんし、その当時その彼と育った家庭環境の時って、私は被害者の気持ちやったけど、彼自身もやっぱり子供やったから、ある意味何かの被害者やったのかなって思うから、こういう理屈では分かってるけど、今は嫌ってまだやっぱりちょっと思っちゃうところがあるから、今は嫌ってか今は興味ないなって思っちゃうところがあるから、それはお母さんに対してもそうやけど、お父さんにもね。だからいいんじゃない、無理して好きにならなくても。でも嫌いを言い続けることはアンヘルシーやから、嫌いに続けることをしなければいいと思います。はい、次、
45歳既婚者ですが、16歳年下の独身男の子と塗り絵したら連絡来なくなった。いい思い出ってことにしたらあかん？うん、いい思い出ってことにしても、いやもちろんその塗り絵ってさ、やっぱり感情が映ってしまうから、あっていろんなことを考えてしまうし、多分特に女性はそういう風な属性の生き物の人が多いかなっていう風に、全員が全員そうじゃなかったでしょ思うんやけど、塗り絵して連絡来なくなったらもちろんそれは失礼な話やけど、そんな時もあるよ。でそれがめっちゃ悪みたいなさ、先入観あるやん。なんかそのワン塗り絵でグッバイはなんかその自分の価値が下がったように感じるっていう風に思う時もあるんやけど、それはなんかそのドラマとかのせいな気がするね。あの塗り逃げされたっていう風に考えるのかもしれないけど、冷静に考えたら別に相性が悪かったのかもしれへんし、それはお互い様やん。だから別に次でよくない？塗り逃げがすごい悪やったら私意外と思わへん。だから別に気にしすぎないで、次よ。だってさ、合わない塗り絵を頑張る方がちょっと辛い気がする。はい、次。高校2年生の娘が不登校、高校を卒業させるべき、娘には元気で幸せに生きてほしいと思ってます。思春期の時ってさ、私は言葉を喋らなくなったりとかしたり、ひろみちゃんはよく暴れてたけど、いろんな人それぞれの、思春期の過ごし方ってあると思うから、彼女は多分、自分のホルモンとか将来の不安とかそういうものでいっぱいいっぱいのだけやから、今の段階でもったいないって多分両親は思って、もっとやれもっとやれとか、今は踏ん張ろうとか思っちゃうかもしれへんけど、僕の場合はその時コップの水がギリギリいっぱいいっぱいやったから、それに対して他の人の意見で無理やりまたそのコップを溢れさせられるって思った時に、なんか壊れちゃいそうな気がしたの。だから喋りたくなかったし、誰の意見も聞きたくなかったし、なんかみんなが嘘つきに思えたから、私の場合はね。でもその時があったから人の顔色も伺えたし、こんなにも心配してくれる人がいるんやって思ったし、おばあちゃんがどのぐらい僕のことを愛してるかっていうのも気づけたから、もちろん親としては不登校になっちゃって、しかも卒業できひんかもしれへんで、すっごい心配なことやし、できれば娘をなんか強制してそこに行かせたいと思う気持ちもあるのかもしれへんけど、死ぬまで見られへんからさ、親は先に基本的には死んじゃうんやから、僕がもしあなたと同じ状況やったら彼女に任せるかな。その彼女が自分で決めて行ったことに責任があるんだよっていうのを教えたいから、僕が子供がいるんやったら。でその自分決めたことが仮にすごい人生の遠回りやったとしても、じゃあその後にもう一回振り返ってやればいいから、今無理やり両親とかおじいちゃんおばあちゃんでも誰でもいいけど、その子供に強制したことって結果、私やったら、いやでもお母さんが言えやったりって言ったから無理やり言って、ほらやっぱり失敗したお母さんのせいやっていう風な残酷なことを考えてしまうんじゃないかなって思った。でも一意見ね、あくまでも。はい、次。友達の母が鬱に、友人は振り回されて疲弊しています。何か力になれなりたいです。どうしたらいいでしょう？鬱ってさ、僕は知らんで先生じゃないから。感覚的にはさ、ある日突然これがこうなって鬱になるんじゃなくて、こうなって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 、最終的にはちょっと鬱になっちゃったのかなと思うね。ちょっとのアクシデントや。でも僕、鬱ってアクシデントやと思ってて、ほとんどの人がみんな鬱になる要素はたくさん持っている気がして、で、たまたま私も運がいいから、もしかしたら鬱になってないだけかもしれへんし、鬱って気づいてないだけかもしれへんしね。だから、振り回されてるっていうかさ、その友達はお母さんのサポートしなあかんからさ、うわわ、こうなったりこうなったりって、その精神状態に付き合ってるんやと思うんやけど、こうやって徐々になったものは急にこうはならへんやん。だから治る時もちょっとずつちょっとずつちょっとずつって根気よくセラピー受けたりとか病院行ったりとかっていうするしかないと思う。よっぽど暴れてなんか人に殴っちゃうとかそういうやつだったら別と考えても、すっごいセラピーって効果がある気がするよ。でも一回行って治るってみんなセラピーで思ってるんやけど、それ求めすぎやから、一回行って赤の他人に話を聞いてもらって、自分の口から言葉を出して耳で聞くってすっごい大切な気がするから、もちろんそれで友達同士やればいいんだけど、友達同士やとさ、なんかちょっと見栄があったりとか気づいてない自分の心の防御がある気がするよね。でも赤の他人で、しかも法律で注意義務が守られてる人たちに話すってすごくすごくためになることやと思います。はい、次。癌が再発しないか心配です。深見ちゃんはどう乗り越えましたか？明るさに救われてしまいます。癌が再発ももちろん怖いけど、それこそ今やったらさ、日本はさ、災害も怖いし、もちろん戦争も怖いし、怖いことって世の中にいっぱい溢れてて、でもどこに焦点を置くかだと思うのね。例えば、じゃあさ、今やったらさ、よく国際情勢で行くならば、私は国際情勢好きやから、どちらかというとウクライナのことに焦点が当たっちゃう
うと思うのね。あ、ウクライナじゃない、イスラエル。イスラエルのこと。でもさ、ちょっと前はみんながウクライナのことを考えてて、さらにその前はアフガニスタンのことを考えてて、とか、時代ってどんどん動いてて、人のなんか関心もどんどん動いてると思うのね。それと、もしかしたら似てるのかなと思うことは、今でもやっぱりアフガニスタンのことを考えたらもちろん、怖いとか悲しいって思うことになるんやけど、それを考えなければ僕自身は、僕の場合はね、ちょっと忘れてたことやったりするわけっていくと、人生何の情報を選んで自分に消化して生きていくかってことやと思うから、がんになったことは仕方ないから、がんを切って終わってるんやったら、そのそれ以上がんにとらわれる必要はないと思う。一旦無視よ。違うことを考えながら行こう。で、たまにがんっていうのがここにさ、ポコンって思い出すやん。多分がんになったことある人あるあるやないけど、あ、もしまたなったら嫌やなとか、あとなんか痛いかもって、なんか傷跡とかがえってなるんやけど、それは私たちは一番簡単な悩みとか解決できない、なんかその、人生の将来の不安とかをがんっていうもので簡単に解決しようとしてるだけな気がするから、一旦無視よ。大丈夫、そして再発しませんから、再発しませんように。で、したとしても私らタイプは定期的に検診してるから早く取れるから、それはいいんじゃないかなって思うよ。はい、次。お金を全部使っちゃってたまりません。深見ちゃんの今年の作戦参考にさせてください。なんでお金を使いたくないかって思ったってこというかは、シンプルですね。私今自分がいくら稼いで自分がいくら使ってるのか全然知らんのね。だからいくら稼いでいくら使ってるかはごめん、ひろみちゃんいくら稼いでいくら使ってるかは知るために、なるべく節約してお金を残していこうと思います、人生に。はい、次。今日職場で人事異動を伝えられたんだけど、旦那は大阪、嫁は東京、行くべき？後悔しない人生がいいから、後悔するかなしんひんかなだけで考えればいいかなって僕だったら思う。なんかイギリス行く前にさ、あ、でもなんかお金もめっちゃかかるし、行くのやめようかな、これで貯金多分なくなるかもって思って、最後の最後たったの考えたけど留学に踏み切った理由は後悔したくないと思って、だから行ったから。で、私絶対後悔してない。そして行って本当に心の底から良かったって思うから、それがそんなに興味のない人事異動ってもちろんいいけど、その自分の人生でキャリアアップとか何かターニングポイントな気がしてるんであれば、その心の声に従うのはありかなと思います。早寝早起きする方法を教えてください。7時までに晩ご飯食べます。旦那が不倫相手と別れてくれません。どうしたらいいですか？経済的にあなたが無理なんやったら、経済的に自立する勉強したりとか努力をして、そんな自分のことを大切に思ってくれない人と一緒にいる必要はないと思う。で、あなたが自立しててそんなに一緒にいる意味ないでって思うんやったら別れればいいって私はすごく思います。でもそこに両親のこととか、なんか家族のこととかバツイチとかいろんなこと考えるかもしれへんけど、私の周りには素晴らしいバツイチの皆さんがいっぱいいるし、素晴らしいバツ2の人もいるし、素晴らしいバツ3の人もいるし、このバツって言い方がすっごいキモいだけで、大昔はさ、結婚してから数十年で死んでたわけやん、寿命が短かったから。でも今さ、寿命めっちゃ長いやん。20とか30とかで結婚したらさ、何年一緒にいんのよって話やから、なんなら自分の子供よりもその人とずっと一緒にいなあかんわけやから、それが若い時に結婚したんやったら、その人と、その時は良かったけど今は違うっていうのは全然自然の摂理かなと思うから、そこにしがみつかなくてもいいんじゃないかなって思うね。で、あなたは大丈夫、愛される価値があるから、そんな不倫相手と別れてくれへん旦那さんとあなたの貴重な人生をいる意味はないと思う。深見ちゃん、自分に自信を持つためにはどうしたらいいかな。自分に見えはんねん。相手、人に見えは簡単やん、自分に見えはんねん。例えば紀ノ国屋の本屋さんに行って本いっぱい買って、ほらやっぱり私こんな紀ノ国屋で本買えてる自分って賢いんやわっていう風に自分に自分をまやかすのね。まやかすって言葉はよくないね。でも本当にまやかすってこと。そうしていくと、あ、こんなにやってるんやからこれはできるよ、こんなにやってるんやからこれはできるよって自分に対して、あんたそんだけやってんからいけるってっていうなんかハッタリを聞かせられるのね。で、だからそれがすごいためになると思うから、本を読むとか勉強するっていうことは自分に自信をつける一番簡単な方法やと思う。あとはトレーニング、筋肉も徐々についていくから。わかりやすく。職場の斜め向かいの人のことがとっても嫌いです。視界に入るだけでストレス。深見ちゃんならどうする？そんなに嫌いな人いるっていう自分の心がちょっとささくれすぎかしらって思って、なんかくだらない映画を見るようにする。クリスティーナの好きなこととか、プロムって映画も面白かったな、ネットフリックスの。その人をただ嫌うってだけやったら、もちろん原因はあるし、あんたが悪いとか悪くないとか置いてるで。その人を嫌うっていう自分の気持ち、この気持ちは一番ブスやから、この気持ちを変えるためになんかアプローチしてみるのはいいかなと思うね。なんかキックボクシングに行くとかその人を深めてめちゃ殴ったら、あ、すっごいスッキリって思ったりとか、
何が言いたいかというと、多分それって心の状態がそんなにいい状態じゃないのかなと思うから、すっごい嫌いな人がいる状態って、もちろんなんかすごい原因があるんやったらまた別の話やけどね、何も原因がない状態ですっごい嫌いやったら、そのただのその人の人間性の問題の合う合わないで、なんかそれはこっちのヘルシーさもちょっと足りてないのかもって私やったら思うから、そのためにストレス発散のことをするよ。はい、次、周りから高嶺の花と言われます。だからモテないとどうすればいいんですか？相手が高嶺の花って言ってくる時って、何か好きがなかったりとか甘えられてなかったりとか、高嶺の花って褒め言葉に聞こえるけど、意外と僕褒め言葉だとは思わへんの。なんでかっていうと、高嶺の花ってことは腫れ物なわけやん、触れちゃダメなものみたいな、腫れ物として扱われるので僕すごい好きじゃないから、そういう時はお酒の力を借りてカジュアルに接してみるとか、今の時代ってインスタとかももちろんそうやけどさ、じゃあ私やったら深見ちゃんってこういう人よねって、深見ちゃんはこんなに買い物するねするけど、深見ちゃんはエステいっぱい行くよねする行くけど、深見ちゃんは明るいよねって、っていう風にいろんな人が人のことをイメージしてその人に対して印象を持つことやと思うんやけど、それって意外と自分を苦しめてる時もある気がするから、あの人が明るいって、みんなが明るいって私のこと思ってくれてるからずっと明るく言うのはあかんやって私も思ったりするし、それしなくていい気がする。もちろん そういう風にして心地いいんやったらしてもいいんやけど、それってなんかさ、本当の自分を見失うっていく気がするから、それなんやったら、あ、そうなんやけど、そういう時に見られる時もあるけど、そうじゃない時もあるよって、なんかその高嶺の花って言われてる理由を聞いてそれを全部否定していくっていうのもありかなと思う。そしたらなんか、うん、腫れ物を触るみたいな感じで思われたく私はないから、そういう風に考えてもいいんじゃないかなと思う。相手を全部否定していくね。否定して、その高嶺の花と思われてるところを相手に聞いて、それを全部変えていったりとか接し方で変えていったら、もしかしたらデートしてる人とかと違う発展があるかもしれへんかなと思います。はい、次、気になる男性に恋愛を応援してると言いました。脈なしなんでしょうか？脈なしですね、ほとんど。でも私があんたやったら、でも私たちがのことを応援する気にはならへんのってはっきり言う。はっきり言われへんと思うで。でもな、なんか女やからつつましく自分の気持ちを言わへんみたいなやつ、あれ嘘よ。男も育児らしやから自分の気持ち言わへんから、それでかけ違ってる、ボタンがあるんやったら、そんなもったいないことはないから、本当にその人のことを好きなんやったら、私やったら、でも私たちが恋愛することはないのかなってボソって言ってみる。なんちゃってみたいなこと言えばいいんだよ。そんなわけないやんとか言われたら、なんちゃってって言って家で泣こう冬の空たみで泣くで、そういう場合は。はい、次、初デートで可愛い女性に思われるにはどうしたらいいか、モテモテ深見ちゃんアドバイスください。今日なんかさ、変な人がいてさ、ジム入っててもなんか嫌な気持ちやったんやっていう話とか、あとはなんかこの間嫌なことがあってさっていうよりもさ、ねえこの間すっごい面白いことがあってねとか、ねえこの間さ、これしたのですごい嬉しかったんやけどとか、ただの会話のテクニックで自分が楽しかったこと、面白かったことばっかりをなるべく恋愛の初めには話すようにしてる。そのいる時が楽しい時間にしたいのね。で、楽しい時間って楽しいお話やん。その楽しいお話にフォーカスがするように、なるべく自分の周りの楽しいことを話すようにしてるよ。何でもいいのよ。じゃあ私たちの YouTube のことを見にし、面白い人なんやろ、小田切ヒロさんの YouTube 見ててさ、もうめっちゃ元気出るのみたいな、セルペンティーって言っててとかさ、何でもいいね。それはどんなものでも、なるべくネガティブな発言じゃなくてポジティブな発言を嘘でもいいからすると、もしかしたら次誘われる人になるんじゃないかなと思います。好きな人ができません。エーセクシャルなんじゃない？恋愛はしないけど塗り絵はしますみたいなのがさ、外国ではよく言われてるんやけど、なんか恋愛をしない人いいね。なんか恋愛感情持たない人、別にそれで良くないと思う。好きな人を作ってその人を愛して幸せにならなければいけない義務はもうない気がする。あなたが自分で金を稼いで自分でご飯を食べて自分で自立してる限りは、だから別に好きな人ができなくても私はいいかなと思うし、私も深い関係になったらすっごい逃げ出したくなるの。なんかそれやめたいけど、だからセラピーも言ってるけど、なんかそれってあなたにちょっと近いのかなと思って、たまに私も悩んでる。はい、次、いろんなことが停滞してると思った時は深見ちゃんは何しますか？この間大谷かなちゃんとの YouTube でもさ、同じような話をしたんやけどさ、散歩っていいよ。いろ諸説あるけど、歩いてるってさ、前に進んでるやん。で、歩きながら物考えんね、肉体的にね。だから目がさ、進んでいくやん。
歩くとこうやってまっすぐまっすぐまっすぐ歩くと、それ歩きながら考えるといろんなことが前向きに考えられるから、停滞してるときは紙に書いてやらなきゃいけないこと、やるべきこと、やってないことって書いて一個ずつ潰していくとか、自分の心を整理することが必要やと思うから、散歩しながら考えたりとか紙に書くっていうのはいいと思います。はい、次、ごきげんようシングルです。 ADHD と自閉症の9歳の子供に怒ってばかりで嫌になります。でね、 ADHD とか自閉症とかを、私はそんなに強くないから人のこと強くは言われへんけど、分からなくて当たり前やん。だって自分がそういうパーソナリティ持ってないから。でもそれでいくと ADHD とか自閉症関係なく、人って人それぞれ違うからさ、理解できひん、なんでとか、なんでそんな暴れちゃうのとか、なんであんたその、この角度気になるのとかさ、理解できひんことだらけかもしれへんけど、大丈夫、あなただけじゃないし、ADHD とか自閉症の子供を持ってなくても、イライラしたりとか、怒ってばっかりの人もいると思うから、それに怒っちゃう自分を嫌にならずに、それはなんで怒るかっていうと、多分その人たちのこと愛してて、社会に簡単に適合してくれる人になってほしい。なんでかって、その方が生きていくのが楽やからと思うかもしれへんけど、その、一般的には楽な方法が彼ら彼女たちには楽じゃないだけかもしれへんから、そこまでそれに対して考えすぎなくてもいいのかなって思うよ。子供の頃暴れたりする時に、そんなんじゃ生きていかれへんってよく言われたけど、まあもちろんそんなんじゃ生きていかれへんかったけど、でも国語の先生が、それでもあんたができることっていっぱいあるから、それに集中してやってみってよく言ってたのね。私は読書も好きやったけど、私の場合はやけど、なんか一つができひんかったら全部無理になるの。テストとか一問目が分からへんかったら全部が分からへんくなるのね。頭は白で考えられへんくなる。その一個が分からへんかったって イコール全部分からへんって自分で思うから。でもなんかそれと一緒で、なんか勉強とかしてたりとか、なんかいろんなことが、私ってバカなんやってよく思ってたんやけど、田畑先生って国語の先生がいたんやけど、その先生が、あんたはめちゃくちゃ賢いところがいっぱいあるから、もちろん分からへんこともあるかもしれへんけど、それはもう置いとこって、でもめっちゃ賢いことどんどんやればいいからってっていうことを言ってくれたのが、その時は、ああ、また適当に褒めてるわ、この先生って、すっごい意地悪に私は思ってたけど、今考えると、自分の得意を伸ばし出してくれたその先生にすっごい感謝してる。だから、今、なんかその、もしかしたら ADHD とかと暴れたりとか、悪いところばっかり目がいっちゃうけど、その人たちが得意なことって意外とたくさんあると思うから、それを見つけてみるっていうのはどう？でも頑張ってね。ケリーの購入方法教えてほしいです。切実。私の場合は、全部で200万円ぐらいのお買い物したら、その後出てきた。でもそれは人によるし、ルールは、公表されてない気がする。でも通って誘われてまた行って勧められたもの買ってっていう感じで、なんかコミュニケーションを何回も取ってると売ってくれるんやと思うね。はい、次、友達とかとの付き合い方について、あえて断捨離のようなことはされていますか？ SNS 連絡先と。断捨離って言葉が人間関係にはあんまり良くないのかなと思う。今はステージが変わったから近くいないだけでも赤の他人ではないよって思うことにしてる。もちろんいっぱいこんな綺麗なこと言ったけど、喧嘩して、喧嘩別れみたいな感じで連絡取らなくなってた友達もいたけど、なんかそれってすごいもったいなかったなと思うから、今はちょっと会うタイミングじゃないんやって思ったりとか、でもそれを、なんか、だからグッバイって思わへんようにしてるよ。そこにその人がいる。だって、知り合える人数って自分の人生生きてて、じゃあ80歳まで生きるとしたら、80年間で限られてると思うから、せっかく知り合った人の縁を、無理やり、なんかされたら別やで。あとすごいひどいこととか。でも、傷つけられたりとか、なんかその嫌な思いをさせられてない限りは、その人たちのことを断ち切るってことはしなくてもいいかなって最近思うようになった。私は。はい、次。精神的に不安定な彼をどう支えてあげたらいいか悩んでます。あなたが精神的に不安定にならない限りは、私はあなたのこと愛してるからねって、相手はそれをちゃんと素直に受け止めてくれない、本当に不安定な状態の時って辛いかもしれへんけど、私はどんなことがあってもあなたのこと愛してるよっていう風なことを言い続けてあげる。言葉に出してとか行動に出して。ということが意外とその不安定な人たちにはいつか刺さるんじゃないかなって私個人的には思います。やる気が出ない日、どうやって乗り切っていますか？サウナ、水風呂と、あとは、これ、やる気が出ない日はこれです。やる気が出ない日は、あ、すごい、ごめん。やる気が出ない日はこれです。案件じゃないから見ちゃうな。アミノバイタルです。これ、値段めっちゃ高くて嫌な気持ちになるんやけど、すっごい、だるっていう感じがなくなる。だからアミノ酸ってすっごい大事なんやなと思う。普段のやる気のなさにはこれ。あーもう今日は絶対やる気100倍よって時はこれ。寝る前に飲んでも私的にはなんか朝起きる時すっきりしていいなと思ってます。はい、次。買い物好きでクローゼットはパンパン。全部お気に入りで断捨離なんかできない。どうしたらいい？私も、清水さんがいつもさ、私のさ、クローゼット見てさ、深見さんこんなにコートいらないと思いますよって言ってくるね。
だって深見さんあんまりコート着ないですもんって、うるさいって思うけど、わかるー。でも体は一つ、私コートとか15着ぐらい持ってる気がする。だからさ、いいのよそのままで。でも次買うのはしばらくやめよう。あとはサマリーポケットが見えなくしちゃうの。あの送りつけて、あの貸し倉庫に冬物とかで、しばらく冬じゃない間はコートなくなってる状態やったら、あ、すっごいこんなに服が辛いとかパンパンってならへんと思うから、あの預かりクリーニング、でも預かりクリーニングたまに業者じゃない時あるから、サマリーポケットとかがいいかなと思います。はい、次、あ、最後ですね。これが、人を傷つけないように話そうとすると何を話したらいいかわからなくなり喋れなくなります。人って意外と傷つかへんけど、もしそれで傷つけたことがあるんやったら、なんか言葉が強いだけやから、ねーって伸ばすのも悪くないのかなと思う。私あの人嫌いっていうよりも、私あの人嫌いなのよねーって言う方がさ、ちょっとニュアンス変わるやん。でもすごい小手先やけど、でも言い方きついって、もちろんなんか人を傷つけることはあると思うけど、私ははっきりしてる人で嫌いじゃない、嘘つきじゃないように見えるから。でもやっぱり言い方きついことによって傷つく人ももちろんたくさんいるから、そういう人のために、なんかそれがあなたが改善したいのであれば、あなたのその個性を、英語だ、僕英語喋ってる時によく言われて、深見ノーってあるべく言わない方がいいよって言われて、え、どういうこと、ノーイエスかノーかってはっきり言うんやみたいな、とかさ、じゃあこのアミノバイタルいりますかって言ったらさ、あ、ノーって言うんだけど、まあ英語が下手っていうのもあるけど、なんかそうじゃなくて、No thank you とか I'm fine っていうのね、大丈夫とか、うんありがとうって、なんかそういう風に断定的に No とか嫌っていうことを優しい言葉でオブラートに隠すのはテクニックとしてありかなと思う。例えばあの人苦手なのよねっていうのにも、あの人さ、なんか何々ちゃんにはいい人そうなんだけど、私はちょっと苦手なんだよねっていう風に、その人のことも立てつつ、でも自分の気持ちを言うと、テクニックとしてはなんかきつい感じが薄まるのかなって個人的には思います。グリちゃん、タオちゃん、できたということで、30個答えたかな、 1,2,3,30,30 30個あったね。まあいいわ。はい、ということで今日の YouTube ではですね、30個の質問に答えてきました。びっくりするやっともの会アカウントにはたくさん本当にいろんなあの質問が来てました。皆さん質問いただきありがとうございました。こうやってダラダラダラって YouTube では話してしまったけど、本当にあの本に関してはこの YouTube のさ、あの質問ってさ36文字以内やから、すごい短い質問しか受け入れてないんですけど、本に関しては友の会の人たちがすごく勇気を振り絞って私たちに話してくれた、しかも対面ね、ズームやけどズームでの対面で話してくれた、いろんな人生いろんなことがあるよねっていうお話が詰まってます。それって全然その人以外には関係のない人生を送ってる人にも、あ、そうか、こういう状況の人たちでこういう風に考える人がいるんやっていうことが、私はすごい励みになったの。私の答えじゃなくて、その人たちの相談自体が、だからそれってすごい素晴らしい本やったなって、自分で自画自賛して言うのもなんですけどって思うので、もし手に取った方がない人はよかったら備考欄に貼っていくので、そちらからご覧ください。本日も YouTube ご覧いただきどうもありがとうございました。グッバイ。